はい、陶芸作家の文江です。今回の作品はこちらの作品で、ライチョウを描いた、はじめましてライチョウという作品です。こちらは模様を彫って描いていたりとか、あとライチョウをふっくらと描いていて、ライチョウ の足がとってもふわふわしているので、その感じだとか、あと山の上、立山の山の上にいるので雪の文様を描いていたりしています。で、土は全部そうなんですけど、九谷と京焼の土を混ぜて自分のオリジナルミックスで作ってます。で、作品についてのお問い合わせは概要欄に書いておりますので、ご覧になってください。